始まり始まり、今日の焦点北九州。お題はワークライフバランスの推進。ワークライフバランスとは、仕事と生活の調和をとり、その両方を充実させる働き方、生き方のこと。市内全域で推進に取り組むため、毎年企業、団体などの取り組みの表彰を行っています。市長賞を受賞した製造業の企業です。社員が快適に働けるよう、去年9月に社屋の建て替えを行いました。オフィスがきれいに整備され、社員の士気向上につながったといいます。また社長が社員との対話からヒントを得て、130件もの社内目標、夢リストを作成しました。これまで家族の工場見学や入社3年以下の社員研修、交流塾による若手の育成などを実現させています。小さな目標でもですね、一つ達成した時に喜び合える場面はあるんで、一つでも多く実現していきたいなと思っているところです。同じく市長賞を受賞した情報サービス業の企業です。多様性をキーワードに、誰もが働きやすい職場の取り組みを進めています。業務の工程を細分化し、社員それぞれが得意な工程を担当することで、効率よく仕事を進められるようになりました。こんな取り組みも、有給休暇をクスッと笑えるユーモアあふれる理由で申請できるそうです。例えば、持病の仮病が悪化したので休みたいって、何それ。ユーモア休暇とか会社側が制度を設けてくれるので、非常に働きやすいなと感じております。北九州市では表彰の他にも、市内企業向けのセミナーやイクボスの育成など、様々なワークライフバランスの推進に関する取り組みを進めています。ワークライフバランスは、仕事と私生活を充実させ、組織の成果も高める新しい働き方のためのキーワードです。企業や働く人、行政が一体となって推進していきたいと思います。今日の焦点、仕事と私生活を充実させ、組織の成果も高めるワークライフバランスの推進。様々な工夫で誰もが働きやすい職場を実現。